サルマル原始業は、伊沢元彦の長編推理小説。第26回、江戸川乱歩賞受賞作品。1909年の日本を舞台に、折口忍が、万葉仮名で記された、サルマル学と色羽歌に隠された意味を解読していく暗号小説である。また、とある人物の開始事件の真相を究明していく、歴史ミステリーでもある。大学院生の高坂明は、 心境制薬へと招かれた。応対した研究員の伊豆田隆は、開発中の新薬、RC 薬のモニターになってほしいという。これを注射することにより、薬は脳に作用して、人間の意識を過去に遡らせる効果があるとのことだった。高坂は疑いながらも、結局モニターになることを承諾した。サルマル学の秘密を解く者は進歩を得て天下を制す。 との言い伝えを聞いており、折口忍の頭脳を使えば、解読可能だと思ったからである。忍は軽いめまいを感じながら、柿の元の英作の下宿に乗り込んだ。十円の借金を棒引きにする代わりに、先祖伝来の歌楽を見せてもらう約束だったのだ。英作は、猿丸太夫の首、奥山にもみじ踏み分けなくしかの声聞くと、木造明は悲しきを見せ、隠し文を探せと忍に話す。 たった一晩で解読に成功した忍に、英作は、藤枯れ歌と呼ばれる首が書かれた、サルマル学を見せ、一週間で隠し文の謎を自力で解いてみろ、と持ちかけた。一週間後ギブアップした忍に、英作は、実は、自分もわからないと話し、手がかりを求めて故郷であるサルマルの里へ、帰省していった。一ヶ月後、解読できたので、サルマルの里に来てほしいと英作から、 手紙が届く。忍は、悦子の案内で里を訪れるが、謎を聞く前に、栄作はその父と同じ不可解な自殺を遂げる。忍は、悦子と里を探索するうちに、ついに自力で藤枯歌の解読に成功する。柿の元の人まろの解明の謎、神宝の謎、人まろと猿丸太夫の関係、柿の元の家の家電に関する謎、藤枯歌の謎、 英作詩の自殺の謎を一気に解明した忍は、常次郎と対峙するが忍にも魔種が迫っていた。また作品中には早くながら、金大地京介、山中峰太郎、東条秀樹、皆方マグスなど、実在の人物が登場する。ありがとうございます。